読売新聞パック3対米輸出へあのパック3って日本が輸入するものだと私は思ってたんですけども、うん、アメリカにこれを輸出するって言うんですよねええーまあ、ついにこういう時代になりましたかあのまあねえー、っと、えー、防衛装備品移転三原則っていうのが、まあ、作られたわけなんですけども殺傷能力を持つ武器がね海外に輸出されるのは これが初めてなんです。はい。まあ、こういう事実の積み上げが重要ですよね。なんか、これまで、ほら、なんか、えー、殺傷能力を持たない、例えば、防弾チョッキとか、ヘルメットとか、こういうのをウクライナに供与したりとかありましたよ。はい。でもね、えー、殺傷能力のあるものは、あの、これまで一度も輸出したことがない。今回、アメリカにパック3を輸出するというね、えー、そういうことで、えー、まあ、武器の、まあ、殺傷能力を持つ武器の輸出が初めて、 実施されることになりますなんで日本がパック3をアメリカに輸出するのかまあそのこともちょっと今、えー、ちょっとね、えー、記事を読んでみたいと思います日米両政府は弾道ミサイルを迎撃する地位対空誘導弾パック3を日本からアメリカに輸出するため日本での生産体制を強化する方針を固めたロシアの侵略を受けるウクライナに軍事支援を続けるアメリカは装備品の装備不足が課題となっており同盟国である日本が下支えする狙いがある 中距離空対空ミサイルアムラームについても日本での生産体制の確立を目指す。この手があったかって感じですよ。あ,あ、ほら、アメリカはね、自分たちで兵器作ってる。じゃあ日本はアメリカが作らないね、日本独自の兵器を作って、もしそれが、 ね、周辺の島国とかね友好国が欲しいっていうんだったら、まあ、アメリカも、えー、のようにし質がいいとかアメリカが作ってない日本が作ってくれてるから買いたいとかね、まあ、そんなふうな形で防衛装備品を、えーまあ、同盟国とか友好国にね売るっていうここの頭はあったんですよところがパックスリーを作ってアメリカに売るってのはちょっとすいません私の発想の中になかったのでその手があったかと。 思ったわけです、はい、だから結,構結局今ねアメリカはウクライナに、ね、武器を支援してますよねはいそれでアメリカのねこの、えーまあ、軍需産業は今結構疲弊しちゃって今だからアメリカの武器何よ減っちゃってるのをこれ戻すのにあの何年もかかるって言われてるんですね えー、お金出したからといってすぐできるわけじゃなくてやっぱ生産体制がありますから急に10倍作れってったってできないわけですよもともと余裕を持った体制ではあるんですけどもここまでのウクライナに渡しちゃうと元の量に戻るのにほんの何年もかかる、はいえー、でもアメリカも防衛体制を整えなくてはいけないし、えーねえー、本来必要な装備品の確保もしなきゃいけないそこで白羽の矢が立ったのは日本ですよあいつら作れるってわけですよ だって PAC3 作れる国ってアメリカと日本だけですからね。<laughs> 日本なら作れるというね。まあ、だって F30、F15、えー、まあ、F10、はい、ごめんなさい、F15、はい、もう日本で作って。 まあその F2 もですね、もともと F16 をベースにして、えー、国産戦闘機 F2 作りました、はいえー。ですから日本は作れるんですよ。それからね、ボーイングの,あの部品なんかも結構日本が作ってますでしょ。やっぱね、定評があるんですね。そして日本って整備が上手ですよ。えー、自衛隊が米軍のね、えー、整備をすることがあるんですけども、ものすごく高く評価されてるわけですね。もう日本人に整備させればもう完璧だというですね、もうこういう定評をいただいているわけなんです。えー ですからねパック3作れる国なんてマジでアメリカと日本しかないんですよ。 え日本なら作れるということですね。はい。そして日本で作って、それをアメリカが買えばいいんだというわけですから。まあ日本もね、えー、輸出になりますし、まああの、防衛産業のですね、裾野を拡大することになりますから、そういう形でね、えー、アメリカに武器を輸出するというですね。えー、要はこれはですね、なかなか使命使命というかね、その手があったか、もう大いにですね、大いにやっていただきたいと思いますよ。はい。もうちょっと読んでいきましょう。 えー、パック3はアメリカ企業を開発し、日本企業が特許料を支払って日本国内でも製造しているライセンス生産品だ。2020年2月にロシアがウクライナ侵攻を開始して以降、アメリカは関連する装備品をウクライナに供与し続けており、備蓄が足りなくなっているとされる。パック3は現在日本では航空自衛隊向けに年間30発程度生産されている。 え米国への輸出に向け、数年かけて日本国内の生産体制を増強する。また、アムラームは最新鋭ステルス戦闘機の F35 などに搭載するミサイルで、アメリカ企業が開発・生産し、日本は輸入に頼っている。p a リ3と同様、アメリカでの生産が逼迫しており、計画通りに輸入できていない。今後、アムラームを日本でライセンス生産した上で、日本で使用するか、アメリカへの輸出に回すかを協議する方向。すごいですね。す まあ、それだけアメリカは今武器不足で悩んでる。で、これはですね、ちょっと、例えば中国からすると、おアメリカ今武器足りないんだって見てるわけですよ。じゃあ今ちょっと台湾続いたら、アメリカ弾ないんだねって、これ足元見られちゃうわけですよね。まあ、こういう状況でアメリカがね、えー、武器弾薬が足りないという時に、はい、じゃあ日本がこれ作ります、これ作りますみたいな、そういう体制を作れると、ね、あ、こう日本が作るのかってことになるわけですよ。はい。 ですからこれは、えー、このね、アメリカ軍が、まあ米軍がね、武器弾薬が枯渇しているという状況を回避するというのが日本の安全保障にも寄与するわけですから。ですからこれはね、えー、アメリカにもライセンス料はもちろん払うんですけど、作ってアメリカに売って、これは日本の輸出,輸出産業になり、防衛産業のね、裾野をね、広げることになるだけではなく、日米の友好の形しであり、そして、えー、アメリカのね、えー、武器不足というもの、そういう空白を生まない、 え、ことによって日本の安全保障に寄与するというね。まあ日本とアメリカにとって完全にウィンウィンの、えー、関係なわけですね。えー、いや、いや、すごいですよ、これは。えー、で、これは、あのー、はい。あの、今後もいろいろなところでですね、連携していくことになるように思うんですね。で、ウクライナの方だって、なんかすぐ終わるような、 感じもないですしあとイスラエルもちょっとどうなるか分かりませんよねアメリカはまだあまり積極的に関与する姿勢を持っていませんですけども、まあ、ちょっとトランプ氏が再選ということになるともしかしたらイスラエルにもですね、えー、結構武器を供与するなんてことにもなるかもしれませんねま、えー、それ私はねあまり日本としては関わらない方がいいように思うんですけれどもあの <coughs> そうすると日本が作った武器が、ねえー、あっちで使われるみたいな話になる、まあ、ただややこしいことに日本はパック3を売る時にも条件つけてるんですよ紛争地に持っていかないんでバカな条件つけるなと思いますけどね、まあ、だ,からアメだから本来アメリカに配備していたものはまあウクライナに持っていくそうすると国内で、ね、使う配備するものが足りなくなっちゃうからそれを日本から買ってとだから別に紛争地に送らないよということなんでしょうけどもね 紛争地で使われる可能性があるのであれば、これは輸出してないかんとか言うわけですけども、何を言ってんだと。これは日本の安全保障環境をね、高めるためのことにつながるわけですからね。はい。